働く女のバスルームは癒しの空間だ。一日の仕事の疲れを取るため、アロマキャンドルを灯しながら瞑想したり、時にはゆっくりと本を読んだり、 BGM をかけてマッサージをしたり。だけど今夜は、もしかしたら僕、秋山先生のことが、好きになっちゃったかもしれません。あなたっておかしな人ね。え、だって急に変なこと言い出すから。あの、僕マジで言ってるんですけど。そうそう、よく言われる。きっと10個も年上だと頼りがいのある姉さんって感じだしね。いや、そういう意味じゃ。あー、お腹空いたな。あ、なんかごちそうするわ。あのどうせお金ないんでしょ。年上がごちそうしてあげるって言ってんだから、素直に付き合いなさいよ。久しぶりにお肉が食べたいな。焼肉がいいかな、それともすき焼きか。やっぱり焼肉にしようかな。数時間前にこんなことがあったばかりで、はあ、何急に好きとか言っちゃってんのよ。好きかもって、かもってどういうことや。何大丈夫ですか。もう1時間になりますけど。大丈夫よ、半身浴してるの。やっぱり今夜はとてもリラックスできそうもない。王林高校の教師2人が急に辞めちゃったんだけど、その2人実は内緒で付き合ってたんだって。それで付き合ってたのがバレた時、学校中の大反対にあったらしくてね。ああ、それできっと2人とも居づらくなったんだ。絶対にありえない。同じ学校の教師同士が付き合うなんて風紀を乱す元になる。秋山先生はどう思います。そうね、教師は生徒のお手本にならないと。職場で浮かれて恋愛してるようじゃ示しがつかないわ。だいたい学校に恋愛なんてもの申し込まないと。そうおっしゃりたいんですね。さすが秋山先生。秋山先生のおっしゃる通り。いいですか先生方、我が校では原則として教師同士の恋愛は禁止されております。はい、そこのところよく肝に銘じておいていただきたい。でも例えば結婚前提のお付き合いならどうでしょう。たまたま出会える場が学校だったっていうだけで。まあそういう場合はですね、例外中の例外ですよね。え、秋山先生。ほらほら、もう話はその辺で。で、先生方もうすぐ授業始まりますよ。ああ、そうでした。はい、皆さん、皆さん、はい、そう、教師同士が付き合っちゃいけないなんて誰が決めたんだろう。絶対おかしいよね。ああ、そうだ、今日一緒にご飯食べて帰らない？あ、すいませんけど、しばらくそういうのは控えさせてもらえませんか。どうして？僕リハビリしないといけないんです、心の。秋山先生張り切ってんの。そんなんじゃ全国大会いけないわよ。はい、しばらく大会ないんだけど。彼氏とうまくいってないとかあり得る。そこ何やってんの。はい、はい、次もっとしっかりボール見て。先生危ない。大丈夫ですか。いたたたたた
大したお怪我がなくてよかったですけど、顔でボール受け止めるなんてさすがですね。まあね。そういえばあの話はどうなったんですか？10歳年下の彼。え、この前言ってたお友達の話。それね。それは彼女相手にも好きだって言われたみたいなの。それは良かったですね。あ、でも冗談みたいに聞き流したって。え、なんでですか？もちろん悪い気はしなかったみたいなの。だけどきっと好きの重さが違うんじゃないかって。そんなの気にしてるだけなんじゃないですか、年の差のこと。それもあるけど、他にもいろいろとね。いろいろ。もしよ、万が一付き合ったとして、そのせいでいろんな人に迷惑かけることになるんじゃないかって考えちゃったみたいなの。じゃあその彼には本当の気持ちを伝えないつもりなんですか、お友達は。さあどうなんだろう。内緒。内緒です。さすがね、秋山先生、なかなかの飛ばし屋さん。ありがとうございます。よいしょ。あ、ところで校長先生、その格好は、私こういうお店だって言いましたよね。あ、これ、ね、いや、しばらくラウンドしてないから、こう気分だけでも盛り上げようと思って。ああ、よっ、石川涼子。お静かに。ナイスショー。ナイスショーです。さすが。ナイスショー。マジでお前の人に告ったの？やったじゃん。うん、でも笑われてあっさり軽くするされた。なんだ、そんなの振られたうちに入んねえよ。そうかな。ああ、俺なんか君香さんにどれだけ仕方されてるか。でも頑張って金貯めてまた誘うよ。絶対諦めねえ。俺お前みたいに打たれ強くない。バカ、こういうのは気合いなんだよ。ちゃんともう一度好きだって言ってみた方がいいんじゃないか。俺あれでも精一杯だったんだ。ね、そういえばそろそろあの子あなたの部屋を出る頃ね。来週の給料日には出ていくそうです。ごめんなさいね、いろいろお世話かけて。いえ、それより上坂先生にお母さんだってことやっぱり言わないんですか？あ、そのこと私聞いたんです。お母さんに会ってみたいかって。それで？すごく会いたいけどがっかりさせちゃうから会えないんだって。母親に会わないことが僕の親孝行なんです。そう、校長先生も彼もお互い思い合ってるのに。でも彼のためには今はまだ何も話す時期じゃないと思うの。いきなり学園の跡取りなんて言われてもプレッシャー感じるだけで。